おはようございます。ポストもしてきた。ポストグッモーニング、おはよう。なんか寒すぎてさ、いや朝までさめっちゃ薄着で寝とったんよ。半袖ってか半袖ってかもう半パン。だって窓開けて寝たっけ。もうお風呂上がりめっちゃ暑くてさ、おはよう、おやすみ水曜日じゃない、ちょっとテンポがいい。おはよう。いや風邪ひくかも。もうパーカー着た、寒くて。おはよう。いやもうちゃんと吐いて。鼻声なのは絶対ただ朝じゃけよ、ほんまに。グッモーニング、おはようございます。おはよう。お、7時ぴったりに始まった。えらい、えらいか知らんけど。サラダホープ、サラダホープ渡せました。ラジオで宮島のね、あ違う違う、新潟のね思い出。おはよう。いやー眠たいね。しかもしかし、昨日は眠くなるラジオだった。あ、違う、お腹すくラジオじゃったじゃろ。サラダポップ返しては秀逸だったもん。おはよう、おはよう。今日は水曜日か。フードの中、こうフードだけないよ、このモコモコは。これが全体じゃなくてね、フードだけ。え、私泣いてるように見える。え、もう全然泣いてないよ、元気だよ。ただね、いや今だんだんテンション上がってきたけどね、朝まだ寝ぼけた。もう朝すぎる私にとって。笑顔ですよ。おはよう。まだ寝ぼけよ、寝ぼけ。寝癖とかついてないかな。いい感じに見えてるとこだけはついてないかもしれん。ついてる。浅すぎるよ。おはよう。朝から声よく出とる。うん、確かに朝から声出とる。ただねえ、この窓を開けて寝たのでちょっと寒すぎた。ちょっとだけ閉めようかな、半分ぐらい。あ、これ。グッモーニング、おはようございます。おはよう、お疲れ様、バイバイ。え、早い、もうちょっとゆっくりしてき。グッモーニング。昨日の夜めっちゃ寒かった。
もうさ、毛布出した方がいいんかな。おはようございます。秋らしくなってきたね。ほんまにそうよ。夕方寒く、あ、お昼は暑くて、昨日も若干暑かったもん。グッモーニング。今日は晴れですね。昨日寝るさ、雨降ったんよ。じゃけちょっと寒いんかもね。特に冷えたかも。おはよう。わー、だるまいっぱい、ありがとう。ラジオの時雨。いや、そうよ、昨日結構ゾーゾーだったよ。すっごいぼーっとしてる。やばい、シャキッとせんといけん。まだ全然眠たいよ。おはよう。原が退任、あ、巨人の原監督退任、新井さんは続投。今日カープが CS2 で行くか、再できか、が頑張れ巨人なんていうこと。シーズン終わりにはな、今までもあるか。初めて言ったかも。買ってもらわねばな。おはよう。阿部慎之助選手、巨人の監督になる。わー、小学校めっちゃ思い出す。おはようございます。いい朝です。あ、選手じゃないかも。おはよう。あ、知らんけど。おはまるすいさん、おはよう。桑田の噂もあるけど、あ、ただ噂でしかないのか、まだ。おはよう。爽やかな目覚めですか。いや、私さ、なんか夢にね、夢を見たんよ。何の夢だったか分からんけど、何年目だったか分からないんだけどさ、なんかピンポン鳴る夢で、え、本当にピンポン鳴ったんかな。いや、鳴ってないよな、こんな朝から。あの夢の中でピンポンって音が聞こえて、聞こえたんか想像だったのか、本当にピンポンが来たか分からんけど、ピンポンって音で起きて、え、ピンポン、夢に音なんてないよね。おはよう。いや、怖い夢じゃないけど大丈夫。お届け物じゃない。あ、夢に音ある、あるん。え？
いや、お届けもなくてピンポンってな、夢の中で鳴って目が覚めた。ああ、おはよう。いや、私寒かったよ、もう昨日の夜。びっくりよ。夢に会話とかあるの？テレビとかラジオとか、ね、つけて寝るの？つけて 寝たことないよね。めっちゃ真っ暗にせんと寝れんタイプの人とかおるんかな？シチュー誰かね、誰だったかな、ふくちゃん、誰やったかな、誰かかな、あのもう、ま、めっちゃ真っ暗にせんといけんみたいな、真っ暗にせんと寝れんみたいな、同室になった時。おはよう。コカが夢に出てきた。ほんまに？ほんま？それ。それは好きかもね。パセリは真っ暗で寝るんや。え、そうなん？パセ真っ暗派なんや。夢全然見ん。どうしどうし。私も全然見ん。けど今日は見たい。今日見たってか、ピンポンだけ、なんか。ピンポン。ほんまにピンポン来たんかな。いや、こんな、6時50分とかに来んよね。自分も見ん、見る方がいいんだっけ、見る方がいいんだっけ、なんか昼寝とかの時は見るかもしれんけど、ついさっき起きた、いや私もさっきよ、ピンポン目覚まし。もうさ、メンバーとかと一緒になったらさ、みんな独特な朝のさ、モーニングルーティーン、いやルーティーンというか目覚まし、もうすごい爆音の子もおったしさ、あの携帯電話のアラーム、なんかこう電話のアラームじゃなくて、なんか着信音、着信音のさ子もおったっけ、びっくりするんよ着信音、電話鳴っとるよ。いやー、みゆみゆマジすごかったね。だってね、あのね、ほんまにね、誰だったかな、それもみゆみゆかな、なんか電話のアラームかと思ってさ、電話のアラーム切ろうと思ったらさ、ほんまに電話かかってきとってさ、お母さんが起こしてくれるみたいな、いや誰だったか分からん、お母さんが朝起こしてくれるみたいな子で、めっちゃ電話かかってるよと思って、めっちゃ電話かかった、電話のアラームってかアラーム消していいみたいな、で消そうと思ったらお母さんって、なんかお母さんっていう表示があって、これ電話、電話かかっとるよね。モーニングコールしてもらっとったお母さん。これ切れんわ、私は切れんわと思いながら。おはよう。で、切れんし、でもうるさいし。でもその子もめっちゃ、なんか当たり前にピッて切るけさ、寝ぼけながらピッて。で、また寝るん。かわいそう。アラームのスヌーズみたいに親からのモーニングコールを。
え、モーニングコールしてみたい。急にね。もしもし、朝だよ。ココアだよ、起きて。ココアだよ、起きてって飛び起きてくれる？え、夢？みたいになるか。モーニングコール欲しい。あ、これはドッキリ。え、そのトーンだと寝る？もしもし？起きて。そこは広島弁で、はい、起きんさい。はい、起きて準備しんさい。おはよう。今日はカープ運命の日です。おはよう。誰ですかって。誰ですか？ココアよって。ココアよ、早起きて。母ちゃんじゃない、やめて。はい、起きんさい。母ちゃんじゃない。母ちゃん、久しぶり。母ちゃん、朝から電話出した。いや、ココアよ。みんなあれなんかな、寝起きどんな感じなんかな。いつも優しいオタクの本性が出る。朝の不機嫌な。え、朝機嫌悪い人、正直に。あ、朝からご機嫌。私も寝起きこんな感じよ。朝反応に目覚める。悪くない。寝起きめっちゃ、いや、大人になればなるほど寝起きは良くなるよね、きっとね。もうね、子供の寝起き、アーシャの寝起きめっちゃ悪くてさ、もうめっちゃ朝から怒っとるの。うわー、起こさんでみたいな感じで。アーシャ、あの小学生のなんか朝行くのをさ、朝なんか服を着替えるのがまず嫌でみたいな。で、うん、なんかビクビクしながら、あ、アーシャ、アーシャ、起きるよ、服脱がすよ、寒い、もうやめてみたいな感じで、もうバッてこう、何、掛け布団をかぶって、どうしようどうしようどうしよう。で、私は容赦あるけど、母さんは容赦ないき。じゃあもう自分で準備しなさいとか言うけ。ええ、あーしゃん、あーしゃん、着服着るよみたいな。高校生の時は朝早く起きて、朝早く起きすぎた時はあーしゃんの準備とかもしとったけどさ、めっちゃ構える。いや、優しい
優しいかどうか分からんよ。本当の優しさは分からん。朝クリームパンとか食べよるけどね。クリームパンかなんかおにぎり、塩にぎり、どっちがいい？塩にぎりってかなんかラップでこれぐらいのおにぎり作るかどっちがいいかってね。なんかその日の本物、本当気分なんよ。クリームパンがいい、ちょっとでもね違ったらねもう食べんとか言い出すけどね。今日はおにぎり、クリームパン、おにぎりもあるけどクリームパンがいいよねみたいな。マジで可愛いお嬢様。姫、クリームパンかおにぎりか、飲み物はなっちゃんでいいか。姫、あんまり機嫌を損ねるようなこと、あんまり笑いすぎてもダメだし、ちょっとマジ探り探りで聞いてる。いや、コカはこうして鍛えられた。そうよ、未来の旦那さん。いや、これ旦那さんにされたら私も怒るかもしれん。おちゃっちゃちゃ自分でしてってなるよ。もう妹、子供じゃっけさ、赤ちゃんじゃけさ、ちっちゃいけ許せるけど、いやもうじゃあもう自分でしてってなる言うよ私も。いやさすがに大人の人に、大人の見た目で起きてってバッてこうやって掛け布団やって起きんかったら、え、もうちょっと早起きて早起きてってなるよ。もうあーしゃんじゃっけ、え、あーしゃんあーしゃん起きて大丈夫、なかなかおる、おらんやろなかなか。アーシャンの声が脳内再生される。あー、旦那さんに朝ごはんって言われたら、え、あ、でもね朝はね別にね苦手じゃないっけね。おはよう。でもパン派の人だったらほんまに楽なんだろうな。朝はパンがいいって言って、朝パン派の人の方が楽ちんじゃない。パン朝強いよ意外に。お、パン派がおる。TKG がいい。あ、でもそれも楽ちんじゃない。ちょっと朝から鮭、お米、鮭、豚汁とか続かん、もうしかも毎日同じ献立ない。パン派、あー、逆にご飯コーヒーでいいって言ったらコーヒーだけでいいって言う人もいるよね。
父さんが朝コーヒー飲んどって入れたことあるよ、入れとったことあるよ、入れてあげとったこと。続かんかったけど、なんか入れがいを、入れがいがなくて、父さんっていう、父さんじゃ自分が飲みたかったっけコーヒー、そのい、なんか一杯はいらんけど二口ぐらい飲みたくて、自分がね、こう朝コーヒー寒くてで入れて、残りは父さんにあげとったけど、今日は入れてくれ、今日は入れんのんかとか言われたら、今日はコーヒーないんかとか言われ、今日はコーヒー作らんのんかとか言われたら、作らんくなった。え、それは自分に作らんのんかじゃなくて、自分飲まんのんかっていう意味で言われたと思うんだけど、もう入れんくなったね。はや、お母ちゃん頑張れ、バイバイ、頑張る、バイバイ。ブラック、ブラック、うん、ちょ、甘のじゃく、こかちゃんだったら朝ごはんなくても許すパン、パンだったら用意するけど、パンだったら昨日の夜ごはんの残り、でも夜ごはん残る？いや、うち父さんがおったけ残らんかったな、夜ご飯残らんかった。おはよう。え、昨日ね、地方とかみちゅとかさこちゃんと一緒にお話しして、なんか小学校の時とか子供の頃って夜ご飯何が出たって、こんだてってもう話しとって、え、でた、あの、そのさこちゃんがね、野菜を食べんとか、ちょっと食に偏りがあるけ、私が前ケータリングでホットミールでさこちゃんがこうご飯をよそいよるのを見て、え、野菜食べんと、もっと、ちょっと待って、コロッケとシチューしか取ってないじゃん、魚もあるとき魚も食べんと、コロッケも食べて魚も食べてちょっと野菜も食べなさいって。まあ、お米はお腹いっぱいになってしまったらライブでお腹痛く、あの、横ばりたくなっちゃいけんけいいけど、まあ、ちょっと偏っとるよって言って、で笑いながら可愛くスルーされて、いや、ママじゃけど、ママはもうその時点で行動に移すかもしれんけど、私はとりあえず言って、いやー、そうなんよ、スルーされたんよ、ちょっと、いやー、苦手、苦手、野菜ちょっと苦手って言って、うん、苦手なんかかわいい、かわいい、そんな顔で言われたら、ダンスの先生もね、さこちゃんに、さこちゃん食べんの、野菜食べんのやんみたいな感じ話して、ダンスの先生の方が容赦なかったかも、いや、野菜入れようやみたいな感じで、さこちゃんさーって逃げちゃって、魚みたいに逃げちゃった。って食べないですもん、食べな、野菜苦手なんかって、もうそれでさ、そのさこちゃんとかさ、家で嫌いなもの出んのみたいな、私嫌いなもの結構出とったんよ、え、それこそね、魚めっちゃ嫌いだったんよ、ブリのなんだっけ、照り焼きとか出てきたけど、今は好きよ、でも昔は嫌いで、ほんまに苦手だったんよね、ブリの照り焼きとか、あー苦手やなーと思って、
今は好きよ。てか今はもう魚の方が好きだったけども、小さい頃は肉、いや肉というか米、白米、白米があればもう元気くばいアンパンマンじゃてけ。でその魚とかで取ってたら夜ご飯を、でも苦手だってもうめっちゃ苦手で、うん、でも食べんと一滴を見れんかったっけとか、なんか好きなテレビをミントをテレビの音だけ聞こえるのにからテレビの真正面に座っとったんや、わかる、背を向けてじゃないとご飯食べきらんけ、もうあとゆっくり食べよったんで、私もう食べるのが遅い遅いってずっと言われとったもん。もう味薄いのがまず嫌いだったよね、ちっちゃい頃。今は好きだけど、夜ご飯何が出とった、ブリの照り焼きとか、みちはカレーが出とったとか言っとったね、ちほは肉じゃががでんって言っとったね、でんって。逆に家で肉じゃが家で出んかったんよ、違うの、って言っとったんよ、びっくりした、えぇ、ー、って肉じゃがこそ出るんじゃない、あーそっかって。他にだってもうさ、だってその家の献立、ブリ、魚、ブリ、ブリの照り焼き、カレー、手巻き寿司とか言うけど、もうねこの夜の献立喋っただけでも全然思い浮かばんくてさ、え、お母さんたちってすごくないと思って、もうさ、いやすごくないで、1週間もう1週間の献立パッと話しただけでも全然作れんのにさ、ハンバーグね、ハンバーグね、プリの照り焼きしか私出てこんかった。ミチはカレーって言っとったし、地方はハンバーグが出てきたって言っとったし、さこちゃんは私の嫌いなもの以外っていやそれが何ですかってめっちゃおもろかったけど、えそれ何ですかって、そのいや姫の好きなものが出るのは分かったけど、それ具体的、うん、なんかアバウトすぎて分からんかった、そうじゃないそうじゃないって。他に何食べとったっけ夜ご飯と思って、私オムレツでとったんよ、マジでっかいオムレツ、もうそれがほんまにね、なんかね飽きてね好きじゃなかったんよ、もう大きすぎて、でオムレツとご飯だったんよ、中にジャガイモとかひき肉とか入ってるオムレツとご飯だったの。じゃけさ、あんまり好きじゃなくて、あ、コカが小さかったんか、そっか、普通サイズだったんかも、マジで、で食べるのが遅いでしょ、しかも、飽きるほどのオムレツが出た、ソースじゃないケチャップじゃったよ、なんでそんな大きかったかも、もう知らん、それは知らん。あとピーマンね、ピーマンと椎茸の炒め物が出とったんよ、最初ねピーマンねめっちゃ嫌いだったんだけど、で母さんにこのピーマンだったら苦くないじゃろ、食べれるじゃろって言われながら、めっちゃ苦かったんだけど、苦くなかった、あこ これ苦くないねって言って、これだったら食べれるねって言って痩せ我慢して食べたい、そしたらいつの間にか克服してピーマンを、
いや、その時はね、ピーマン苦手だったんよ、ちょっとほんまに正直。でもちょっとお母さんに見栄を張って、見栄を張るというか、なんか食べれるじゃろみたいな言われたら、しかも食べれるじゃろみたいな、でねみたいな、まだ続く、食べれるじゃろだけじゃない、なんか食べれるじゃろって、こうやってね、椎茸と炒めたらね、あの旨味成分が出て、こう旨味成分が出て、このあのピーマンの苦味もこうなくなって、ほら食べてみたら苦くないじゃろって、苦かったんやで、普通。でもね、それがもうなんか、そんな言われるとなんか、まあそうかも、そうかも、そうかもみたいななって、いや苦いよとは言えんくて、で食べて美味しくて、まあ普通に美味しかったってか、今はめっちゃ好きよピーマンとか、てか野菜がめっちゃ好きになった。いやでもね、この前何だったかな、ゴーヤを久々に食べたんよ、めっちゃ苦かったね、ゴーヤは今でも苦手かも。ピーマンの肉詰めね、なんか TikTok とかでよく出てきたんやけど、なんか胃袋をつかむピーマンの肉詰めの作り方みたいな、ゴーヤ苦手、おはよう、ピーマンが噛み切れん、ピーマン嫌いじゃん。ちょ待って待って、ここちょっとあれじゃない、ピーマン不人気じゃない、大丈夫、分かった、作らんとくね、ピーマンの肉好きは作らんとくね、おはよう、こよう、ご飯何が出ちゃった、あと他に、あ、唐揚げとかね、唐揚げ、待って、カレー、ブリの照り焼き、唐揚げ、オムレツ、ほら4つしか、 4日しかできん、肉じゃがは出ちゃったね、肉じゃが、ハンバーグ、お、あと1日で1週間、あ、で休みの日は意味のわからん父さんのチャーハン、いやーこれ美味しかったよね、なんか意味わからんけど、いや餃子でんかった、意味のわからん父さんのチャーハン、いやなんかね、もうね、なんでもかんでも入れるんよ、なんかね、なんか昨日の夜の余ったほうれん草のごま和えとかを、なんかそのチャーハンフライパンに入れて、でなんか冷凍庫にあるなんかちりめんのちょっと残りみたいなやつを入れて、なんかそのコロコロのお肉とかじゃなく、別になんか豚肉をなんかあったら入れて、もう適当に入れて、でチャーハン入れて、卵入れて、で味付けして、もうそれがなんかね美味しいよ、なんか何でも、いやもうね、残り物も活用するし、賞味期限近いのも全部入れて、え、なんか
それがなんかね味濃いんだけど、美味しいって感じで食べる。なんなんやろうね、ほんまに意味わからんわ。いっつも思っとった、マジ意味わからんけど美味しいわ。マッチャーハン、まあそれにさ、何、例えば黒豆とか甘いものを入れるさわけじゃない、父さんもセンスがあってさ黒豆とか入れるわけじゃないけさ、味がさね散らばることもなく、いや納豆は入れてなかった。チャーハンに納豆したことないよ私。カレーチャーハンもしたことない。甘いチャーハン嫌よね。ないやろ甘いチャーハン。ある？いや納豆チャーハンはあると思うけど食べたことなかった。お疲れ様です。キムチチャーハンね、キムチチャーハンも初めてさ食べたのが、なんかテレビのロケでメンバーとの料理対決みたいなんでひなが作ったんだ。辛いの苦手だったのにそれめっちゃ美味しくて、キムチチャーハン止まらんかった。衣装きつかったあの日、なんかメンバーが作っスチューデンツだとか。おはよう。キムチ大好き。ねねとかねキムチ好きすぎてね、キムチとお米と海苔、今日の夜ご飯ですとかのなんかやっとったよ。私年末とか年々のとこ行っとったけど、親戚ね、親戚のねね、父さんの妹、韓国のりやろ。いや私が広島から買っていった牡蠣醤油のりよ。まあ牡蠣醤油のりは一個のね おかずになるよね。あれチーは東京におる。おはよう。野菜も取りましょう。そうですね。おはよう。広島つけ麺だけど、つけ麺とか辛そうだけど食べれるかな。え、食べれるよ。あー食べれる食べれる。私何からまで食べれるんじゃろうな。おはよう。お腹空いたわ私。8時まで配信をします。え、もうやめよっかな。8時まで頑張れんかも、お腹が空いて。あーでも時間ギリギリになっちゃうかな。今日は
一日ロケですから頑張ってきます。みんな朝ごはん食べ終わったの？朝から餃子食べたくなった。そんなに？みんなもぼちぼち仕事行く？頑張って。かき醤油のり美味しいよ。頑張ってください。みんなおはようございます。いやまだお布団は早く出て。布団から行ってきます。行ってらっしゃい。食べたしもう会社。泣きマークかわいそう。頑張って。今日も頑張ろうね一緒に。ではランキングを読むよ。13位かきひろ、12位ふとし、11位タイムファイヤー、10位のっしー、9位ライトニング、8位バオバブ、7位サージカル、6位マキマキ、5位癒し系、4位アツオ、3位スバル、2位ケブピー H、 1位はポッパやしまちゃん。ありがとうございます。頑張りそうですか？頑張って。じゃあ働けください。来たので最後にみんな今日も頑張って働け。心が痛いなと言いながらちょっとおもろい。はい、頑張ってください。今日もいってらっしゃい。バイバーイ。